聖書の中で、アダムの反逆が、いつだったかについては、主は詳しく述べておられない。先生の言葉では、余韻を残されているというふうに、考えられるんですが、そもそも、私たちが興味を持つようなこのいつについて、なぜ主は詳しく述べないで、余韻を残されたのかという質問をお願いします。ねえ、なぜでしょうって、どうもね、私が知ってる範囲は本当に少ないんです。小さいことですけどね、誰もあまりそれを不思議にも思わなかったのかなという気がするんですね。で、聖書の記述をたどっていくと、もうすぐに七日目に祝福をされて、記述はすぐに罪の問題に入っているので、もういきなりアダムが主に反逆したみたいに思って、割にみんな平気だったのかなという気がするんですが、で、なんで書かれなかったのかなと、私も本当に不思議に思うんですよ。ただ、人間の判断ではね、聖書にこんなことをなぜ主は書かれたんだろうとか、このことを主はもうちょっと詳しく書いてくださればいいのにとか、勝手に私たちは思うことが山とはあるんですよね。でも、大事でないことは、というか、それこそ今の余韻を残すみたいな形で、本当に、書いておかなければならないことしか書かれていないのだろうと。すなわち私たちは聖書を読むときに、自分が勝手に判断するのではなくて、神様の判断を仰ぐという姿勢で聖書を読まなきゃいけないんですよ。で、書かれてないのは、あなたたちの自由裁量で理解しなさいみたいな感じ、すなわちどうであってもよかったのかなと、これも、返事に全然ならないんですよ、これね。でも、書いてないからわからないし、で、そういうことなのかな。本当に抜けてはならないことはきちっと書かれて、で、割にこう、幅のあることは、残しておいて、きっちり、うやうやしく読みなさいみたいな感じで置いておられるのかなぁと。で、それは言うなら、どちらでもよかったのかもしれないですよね。賢い人たちは結構行間読むんですよ。で、ある時にはそれが非常に必要なことって、あると思いますけれども、聖書を読むときに、めったやたらに行間を読んだら、もうとんでもない間違いをしでかしてしまうなぁとは思ってるんですよね。だから、でも、それを勝手に自分で行間を読んで、あるいは想像をたくましくして、そこまではいいんですよ。主の仰せを、かしこまって聞いて楽しむというのはとってもいいことですけれども、むやみやたらに偉い人がね発表しちゃうと困るかなという気が、これも私の個人的な視点ですけども、そういうふうに思っています。だから私が書きましたけれども、皆さんそれに賛成しなくてもいい。で、私はそんなに偉い人じゃないから、割に
言いたい放題言ってもいいのかな、ちょっと無責任な言い方ですけれどもね。でも、権威ある人間では、よもやないんですよ。で、いろんな風に考えていただいていいけれども、ただ、こうだよという風に、先人たちがみんなに教えてきたことに、ちょっと疑問符を打ってみたかった。で、私自身は、提案、いくような気持ちで書いたわけでは、もちろんありません。で、ただ私としては、こういうふうに書いたら、辻褄が合うのかなみたいな感じで書かせていただきました。